フォグランプの取り付けをさせていただいております。ね、下にこうこれとあと反対側にもデルタって言うんですか、これ日本のやつですよね。日本語でパッケージない、これだじゃない TW についてるやつ一緒じゃないですか。 TW でこれついてるやつですけど、はい、さあそしてスイッチをここにつけて、でこう中にね引き入れるんですけど、ここ外してこう入れると大変なので、大変なのはダメ、だからなるべくうちとしてもねちょっと楽をしたい、ね、楽をすると2個ですよ。そうするとコーチが安くなるでしょ。内容わかんないですけど、コーチが安くならない、ね、でもいかにこう楽にするか、ね、簡単にやるかっていうのもやっぱりね、何でもかんでもあのマニュアル通りにね全部外してどのどのってやる必要がない場合があるじゃないですか、ね、効率を考えるとそのやり方はあまりよろしくないね。あ、ここはだって外さなくてもいいじゃないかっていう原因が出てくるんですよね。とりあえずこれ外します。これはちょっと邪魔なんでね、はい、外しますよ、はい、そしたら外せたんで、でここからね上からこう入れるんじゃなくて、ここをこういうふうに合わせて、でここでほら止めちゃってね、そうするとほら別にこの中通したいけどね、こっちのあのミラーの内側でも、それやるとおそらくですね外すのがすごい大変だと思うんですよ毎回ね、まあこれそのままだったらこれほらそのまま後ろに抜くだけだから関係ないんで、うん、いいと思うんですよね。ただ内側通した方がいいかな、ここをこういうふうに、でここをこっちから出すね、この方がいいですか、こういうふうに通らない？無理、無理かな、いや通るでしょ、これこれぐらいは通るでしょう、無理かな、ね、こうすれば全然スロットルも干渉しないし、でこれ止めてあのスロットルのねケーブルと合わせて、でここ通してこうかっていうのがいいかな、でこの中に引き込むと、ね、で、こうかで、ここで固定してあげれば一緒にね反応してあげる、これがスイッチで、リレーキットはこれがリレーなんですけど、これがヒューズボックス、ヒューズ？ん？そっか。長いね。長い。長い長い。これこんな長いさいらないんですけど、うん、まあ、しょうがないですよ、これね。で、これ、ヒューズボックスはここにつくんですよ。倒せ、これ。つく。ノーマルみたいでしょ。ね。リレーボックスはさえ無理なんで、リレーボックスはどっかに止めるしかないんですけど、まあ、例えばこういうところに入れてね。うん、こんな感じでね、でもいいじゃないですかね。ちょっとコードちょっと抑えられるしね。うん、そうで、これが電源に行くのね。これここだから。あ、こっちこうか。タワセリーは簡単な。ここだけは簡単。で、これアクセサリー電源ない。アクセサリー電源はないね。どうしたらいいですか。そっか、そういう作りなのか。スイッチのオンオフで、ただこれアクセサリーから取ったんじゃダメですもんね。そっか、これを D ユニットから取るのか。あー、そういうことですね。これを、データのね D ユニットっていうのがあるので、それを後ろにつけるんですよ。でこれを引っ張っていって後ろでつなぐ。マイナスはまあここでいいですよね。アースでね、アースでいいですけど。うん、で、残りの配線は、何？どれ？これかな？これ違うな。これ違う。どれ？なんかありますよね。もう一個ね。で、あ、これこれコネクターね。うん、まあこれ本来だったら、あ、でもスイッチそこについてるからな。これなんでこんな長いの？車用なのかな？車とかだったらわからないでもないんですけど、でこれをここにつなぐね。
長いね。でも切っちゃない方がいいですよね。切っちゃうとね、もうまあ外さないとは思うんですけど、でも切ってコネクターを、まあそれはちょっとあれだから、やっぱこれね、これはここに刺してるんですよ。でここでこう刺さるわけで、でこれはこうまとめて、まあスクーターだからスペースいっぱいあるんでね、こうまとめて、止めておくと、こういう感じでね、こんな風にして、例えばどっかこの辺に一緒に止めておくと、こういう感じでね。で、あと残り2本がこれ電源なんですよ。これは要はここにフォグライトにつながると。ただこれも長いね。こんな長さいらないんですけど、まあ、まとめて、で下から出して、でこっちからこうつなぐと。でここの部分フォグライトと、ここのね、あれはご希望しじゃなくて、防水コネクタね、防水コネクタ使ってジョイントすると、この辺でね取れる場所で、うん、いうやり方をすると、ですね、はい。ですので、まあ、これはこのままでしょ。で後ろに引っ張るね、配線を後ろに引っ張るためにこう開けてるんです。でこれを1本ずっとこっち引っ張って、でデートナの D ユニットにつなげる。で デートナの D ユニットからプラスからデートナの D ユニットにさらにつなぐという仕組みですね、はい。なのでちょっとですね、これもね早くやらないとね、なかなか進まないこんな感じでね、だからそうですね、配線を1個作んなきゃダメですか、結構ね、でほら決まってないのでこうやるっていうのがね、だからいろいろこう迷いますよね、どうやってやろうかなっていうね、そんなことね常々思うんですけど、それで時間かかるんですよ、そう、お金もかかるそういうことですね、はい。まあ、工賃はね、まあ、それなりのにいただくという感じですよね。でもまあ、これを楽しみにしてね、自分でやられるというのも一つのあれですけど、はい。であとはやっぱりこうこだわるこだわるっていうね、はい、こうやるんだっていうね、はい、そういうあれがありますよね。でアクセサリーをどっから引っ張るのがいいかな、そこから分岐しますか。テールこれはヘッドライトを常時点灯ね、テールライトに行ってる電源、いいですね、テールライトに行ってる電源をまずここで、残り2つはバッテリーのプラスとマイナス、そしてそうするとこれはリレーなんで働くと。でこのリレーからさらに、フォグライトつないでフォグライトのリレーを動かしてつけるという仕組みで大丈夫ですかね。そうスイッチオンにすると電気流れて、フォグライトがつくっていう仕組みね、するっていうことね、はい。で 7.5 アンペア、5アンペア5アンペアだから、まあ、7.5 アンペアを使った方がいいかな。まあ、フォグライトそんなにです。これ 10W10W なんで2つで 20W ですけど、2アンペアあればとりあえず。でもなんか点灯するときに LED って電気使うんだみたいな話を聞きますけど、どうなんですか。 HID はね明らかに電気いっぱい使うんですよね、最初ねつけるときにね。これをメットの中に入れるんですよ一応オーダーは。そうメットの中に入れて、でなんか後日例えばほらドライブレコーダーとかやなんだとかつけるときにね、こっから取ればいいじゃないですか。でこれをだから配線をやって、そうですね、だから途中までもう配線作っておいて、でメットインを取り付けて、でこれをやってつけるというやり方ですかね。あ、いろいろ今ね考えてるんですよ、どうやって、でこれベルクロでペトってねつけるようにして、でメットイン外すときはだからそれをバリッて剥がして、後ろのこの蓋もそのまま下に出すんで、裏に落としてね外すんですけど、これもだから一緒に落としてそれでメットイン外すようにすればいいって感じですかね。これは150ですよね、150だから、まあ、ETC でもね、 ETC はまた ETC は ETC でね配線いっぱい必要じゃないですか、大変なんですよね。しかも後ろのあの部分まででもなちょっとね難しいです。まあこれはこれで、まあとりあえず、ね、つけるね、後ろにつけるね、でちょうどいいところにこの辺に、テールライトとかブレーキライトの
あとインカー全てを兼ねた、6ピンのコネクタが来てるんで、ここからね1個ちょっと抜いて分岐させる、1個抜いてっていうか、あのテールライト用のね分岐して、それで、アクセサリー取るね、これでいいですね、はい。さあそしたらですね、この長いあとねコネクタを用意しなきゃいけないのか、防水コネクタですよね。そしたらいいのか、それができればもう大体終わりなんですよね。であと、後ろのボックスに、バックレスト、あれをつけるっていう。バックレストはそうですね、ドリルでピッピッって開けて、それでネジで止めるんですけどね。あ、ちゃんとしてますね。ね、ちゃんと入ってる。ちゃんと入ってなかった。びっくりした。あれおかしいな、なんかおかしいな、板ナットが4つ入ってて、この富士壺型のあれがついてないな、あれおかしいなってことがありましたね。でこれ代理店カスタムジャパンさんなんですけどね、ありましたよね。カスタムジャパンさんにねお伝えしたんです、お姉さん実はこうこうこうでこうなんです、もしあれだったら写真撮ってどうのこうのって、あー分かりました、すいません、ちょっと今あの担当者とに確認します、電話しますので、ちょっとお待ちくださいって。電話です。あ、新しいのをお送りします。1セット。いやいや、それは。あの、古いのはどうしたらいいか、お返しした方がいいですかって。ああ、それは。あの、もしよろしければ、まあ、何かご利用いただければ。大阪のアキンドはやりますね。わかんないけど。はい。ということでね。はい、そんなんで、つい喜んじゃう店長武蔵の仲間なんですよ。そうなんですよ。私は喜んでしまう。単純なんです。そう。単純なんです、さてそんなこと言ってる場合じゃない、どうしようかな、あそう NMAX やっと来ましたよ、吉原さん頼みますよ言われても困っちゃうって言われますかね、そう、NMAX、 そうあのメール来ました、入りました、いつでも大丈夫ですってね、電話じゃないのね、なんだろうね珍しい、とても電話なんですけど、だからあ休みだからかなと思って、あれですかね、気遣っていただけたんですかね、取りに行きたいんですけど、今日はもう間に合わない時間だったんで、そうすると明日でも、明日は約束がある、ね、俳優の引き取りもにも来てもらえる、あとなんかお約束してたよね、だからちょっと厳しいですよね、あれなんかあったな、なんだっけな、なんかあったな、あそうだからあんまり遅いとまずいよな、でそれプラス、あそうだからとりあえず行くとしたら夕方、午前中10時開店ですけど、その時間に合わせて行っても、そこから帰ってくるとやっぱりお時間、じゃあお時間、時間かかっちゃいますよね、だからねどうしようかなと、そうなんですよね、そうこれもね少しずつ少しずつやってるでしょ、うん、本当はね、そうこれだけじゃないんです、そう K125 もねロータリーディスクバルブがいっちゃってますね、どうしたらいいんですかねとりあえず開けてみてね、うん、サイドカバー開けてどうなってるかを一応確認した方がいいですよね、ただなんとなくかなり破損してるんじゃないかっていう気がするんですよね、あの部分が要はそこを削れちゃって、でもなんでロータリーディスクってダメになっちゃうんですか、なくなっちゃうもんですかね、あれ金属ですよね確かね、ステンレスかなんかにいたんですよね、ロータリーディスクバルブって違うんですかね、あの回ってる円盤の方ね、 GP は確かステンレスかなんかだったんですよね、もしかしたら中の歯車何かのきっかけで引っかかったりなんで分かんないですけど、で中のこのこう歯車でコーナー回ってはディスクを回してるんですけど、それがもういっちゃいましたかね、だからもう空回りしてる、でディスクバルブはそのまま止まっちゃっててとかとか ね、まあ、それしか分かんないですけど ね、まあ、ね実際開けてみてどうかってことですよね、そう開けなきゃいけないんですけどね、そうで、まあ、そんなことねあれしてたら、あの今日はあれが来ました、トゥデイのね、そうキャブ車用のやつ、ちゃんとキャブ車用のテールライト の後ろの、そう、はい、あとシグナス X のレギュレーター来ましたね、だから今日休みでね、うん、でちょっといろいろと、はい、あの別件バウアーじゃない別件でちょっとね、あのでどうしようもないんで今こんな感じなんですけど、あとスーナーのマフラーが詰まっているらしいそう試乗したらあれなんか遅えなと思ってて、だんだんとスピードが出ないね、30キロちょっとしか出ないね、平坦路だとそこから少し多少なりとも加速はしていくんだけど、これは本来のツーナーじゃないよね、
スーナーだったらね、80キロぐらい出ますよね。50でもね、出さないですよ、出さないですよ、50だからね、出さないんですけど、これおかしいなと思って、で一応ね、お伝えして、でふと思ったのは、キャブとかじゃないよなって思ったんですよ。でふと見たらマフラーがダクダクなんですよ。で、あ、これじゃない、これかな、外してエアを液パイ側から吹き込んでもあんま出てこない。なんかかすかになんか かすかになんか出てきてるなって感じで、あ、これ詰まってんな。で新品はね、2万何千数千なんですけど、在庫なしなんですよ。取り寄せられるのかな、買えるならまあいいですけどね、買えなかったらもうダメでしょ。で結局のところじゃあしょうがないから、まあちょっとね、そういうことですよね。はい、トーチ、さすがにドラム缶にストーブみたいなね、焚き火したいって、そこにボンって投げ込むわけがないじゃないですか 今ダメですよね、今それやると。まあね、だからちょっと分かんないように、違法だ、それは消防法の違反だぞって言われたらやばいですよね。どうしたらいいですかね。まあとりあえずね、ちょっとトーチでこうやって、こっち無理っすかね、ちょっとね、どうしたらいいか。でもだいぶなんか抜けてるような気がするんですけど、だいぶやりましたからね。どうですかね。まあそういう感じなんですよ。いろいろございます。はい、ということで、まあ、そのあたりをね、やらせていただいて、で車両の方もね、だんだん、あ、今日ね、BDS に一応行ったんですよ。行ったんです。でふと見たら、トネリバーオートさんが納車整備の、多分納車整備終わってるだろうと思われる TS18 を積んでました。どっか破損するんですかね。あと新車のまだ何の納車整備もしてない TS185ER を積んでる車両、トラックがありました れあれ、宇宙より早いのかと思ったんですけど、違う、マイナスじゃないですよね、まさかね、そんな遅くなんですもんね。どうなってるんですかね、わかんないですけどね。ちょっとね、保険に関わることですから、あんまりね、それ見たんですけど、ああ、ここはやってないのかと思いましたね。このままだとここは切れるぞと思いながらね、こうね、切れますよね。そうですよね。だっていきなり真横に向いてますからね、配線がね。あれは振動で切れちゃうんですよね、まあ、乗ってたらね。なので、オーナーの方はね、それ抜いて、ちょっと入れ替え、こう向きを、なんていうんですか、フレームの向こう側を通ってますから、こ手前側を通すようにしてこうやれば配線こうなりますからね、大丈夫です。はい、抜いていただいて、ね、抜く時でも気をつけてくださいね、引っ張っちゃうとね、そこで切れちゃ意味ないですからね。差し替えていただければと思います。はい、そう、ほら、そうやって言っていただける方がいるでしょ。こう切れますんでね、見て、あ、確かにこれ切れるよね、切れるよねと思いますよね。だからうちはその時からはもう全部ね、やってるんですよ。出ないとほら切れちゃったらやだからね。で向きを変えるっていうのもあるんですけど、レギュレーター、まあね、前もお話しさせてもらった爪があるんで、突起がね、だからこう周り止めのね、向きを変えるっていうのもちょっとあれかなと思って、だったら配線の通し方変えれば済むじゃないですか。でそれやったらちゃんとこうなんかね、なだらかになるんで、あ、これならいいな、そんなことをねやらせていただいてるんですけど、でもやっぱり一番最初は何もやってないですよ。何もやってないと変ですけど、最低限。それがだん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 やることが増えていってね。で、こうこうですよっていうね、そういうコメントいただくと、それも、あ、確かにそうだ、これをやった方がいいな、それやりますよね。で、ね、アクセルボルトにグリス塗ってないよ。ね、あ、塗った方がいいな。スイングアームのフロートボルトだって塗ってないよ。あ、そうだなって、塗った方がいいな。そうなってくるね。キャブレターも、あ、これ開けた方がいいな、開けるようになりますよね。で、まあそういうのがこうどん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 積み重なってね、まあ今やらせていただいているということです。はい。まあそれでもほらね、だからうちは高いですよっていうあれはないですね。まあ多分比較してみてそんなにね、変わんない金額で、やらせていただいてますんでね。まあほら、好き好きがあるんですよ。やっぱほら、あ、ここのお店で買いたいなっていうね、あるじゃないですか、ね。
それが近くの店であるかもしれないし、ちょっと見たらここちゃんとしてそうだなと思ってね、そういうお店もあるかもしれないし、うちみたいになんかね、何これ小屋でやってんのっていうようなところでね、あの汚ねえなーですね、そう、あのそういう店でね買うっていうねそういうあれもあります。そう小屋でやってるんですよ、汚いですね。そうだからやることやるんですよ、それぐらいしかできないんだよ。そう綺麗にするってできないんだから、そしたらもうやることやるぐらいしかできないんですよ。そう、困っちゃうんですよね。え綺麗になったらじゃあやらないの、あバレたね、はい、そうだって言ってました。あそういろんなね方のあれ見るとね、やっぱりこっちドキッとする時あるんですよね。なんとかファクトリーさんが言ってましたね、ボロいのと汚いのは違うんだよ、ね、ボロいのはどうすることもできないけどね、汚いっていうのはね掃除すればいいわけだから、ドキドキってしますねしませんで、ね、すいませんかね、しますしますよね。そうあとね、あの何部さんもね何部さんがね、なん、何でしたっけあれ、エストレアかなんか買いましたよね、ほら空冷最後だからってね。そうでそのあれでね、店選びっていう話をされてる時があってね、その時にね、自分はやっぱりね買う店を選びますね、ちゃんとでちゃんと整理整頓されててね、綺麗な、ちゃんとだ自分の大切なバイクをメンテナンスに出すのにね、いやこの店ちょっといかんだろう、そういうところで汚い残雑だってね、ドキドキってしますよね。 そういう店では出さないっていうか買わ、そういう店では買わないって言いました、ね、やっぱりちゃんとした店で買いたいね、ドキドキってしましたよ。だからどうしようもないからねやることだけやろう、最低限。 そしたらだってそんな求めね、あのうちの名前出してびっくりしました、ありがたいことです。そうこんな感じでやってます、はい、ということでですね、とりあえずね、そうこれもね何ですかね、こういっぱい配線がね、そうこれをね綺麗にまとめて、うん、それでちょっと綺麗、あのそうこだわって、こだわっているかわかんないですけど、うん、そう、それなりのね、あのやってそのご依頼いただいた方から見て納得されればね、あ、よかったってね、そう思っていただければいいんですけど、まあしょうがないかなっていう場合もあるかもしれないね。はい、ということで、だんだんと忙しくなってますよ。ね、眠れない夜過ごしてたら皆さんお任せ、ま、待ってましたね。Nmax のキャブをばらして、すいません、また余計なことしました。失礼します。